おはようございます。おはようございます。レボハチさんです。お久しぶり。お久しぶりです。まっさり切りました。すごいね、ショートいいです。すごくいいです。そしてこの いつもの迷彩チャイナもかっこいい。なんかすごい汚い。で今日は、鉄砲の撮影プラスこれです。バイクプレゼントの抽選ライブ。あ、横線はもうみんなでバーってやっちゃおう。後で楽しく。みんなで適当に書いていいんですか？いいよ、適当で。みんなで書きましょう。うん、みんなで。不正がなければ別に。一人だけだとね。じゃあまず鉄砲の写真撮っちゃいます。そっちから順番なので、じゃあよろしくお願いします。50分の2って確率高くないですか？25分の1だ。高いね。いきますよ。はい、抽選始めます。24番レボハチタクトが24。にゃん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 に新潟組。新潟組。新潟だよ、新潟。新潟だ。新潟行くのか？新潟の、デコさん。デコさん。デコボコのデコ。おめでとうございます。おめでとうございます。タクト。タクト当たりました。タクト当たった。で、じゃあ、もういいですか、そのまま行っちゃおう。そのまま行っちゃおう。じゃあどこからスタートするか。はい、渋谷さんこっちどうぞ。今楽しいことしてます。41番。よし、じゃあ41番がみっけちゃんきむこ。うん、行きます。あ、意外とコシー動きが、もうこれどこ行っても一緒やん。あ、さすが4枠お、けいぞーさん、おめでとうございます。おめでとうございます。けいぞーさんがミッケバイク当たった。今4になっちゃった。ということで、タクトは新潟のデカさん、キムコはけいぞーさん、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあこれで当選者からは、当選した方はから連絡をもらいます、それとも駒澤さんが連絡します。もうどっちも分かってるから。あ、じゃあどっちから連絡します。駒澤さんが今お互い取り合ってます。駒澤さんがこの後ご連絡を差し上げるので、ゲドさんは取りに来れるよね。新潟はどうかな。送る、行ってもいいし、でも来れるかな。聞いてみる。自走の方が多かった気がします。おーい、大丈夫ですか？大丈夫です。ゲストです。デコボコツーリングの渋谷さんです。レボハチさんです。知ってたっけ？はじめまして。はじめまして。動画では。あ、うん、ありがとう。ありがとう。プレゼント抽選はこれでお二人に決まりました。タクト。いやー、けいぞーさんさすがの4枠ですね。すごい、やっぱ枠をずるいな。ここも結局2枠ですからね。そう、2枠あったから強かった。でも、これ惜しかった。あ、そう。隣じゃん。そう、ここに私が線を引かなければよかった。自分でそうだね。そう、自分で持って帰れた。そうしたら惜しかった。じゃあ皆さん次は5000人で。またなんか。あ、なんかあれじゃん。5000人。ライブディオ ZX で。あ、マジですか。私 ZX 乗ってました。え、プレゼント企画。え？今作ってます。全力で応募します。私初代まだ家で持ってます。お、え？あるんだ。そう。
あの名古屋で田舎のヤンキーって呼ばれてました。一旦じゃあこれでライブ配信は終了します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、おかげさまで抽選ライブ無事に終わりました。レボハシさん来てくれてありがとう。ありがとうございます。また次回5000人の時もよろしくお願いします。お願いします。レボハシさんはバイクは乗れんの？乗れます。免許は大型まで。そんなでっかいのじゃなくて原付。原付乗れます。そしたらあの渋谷さんが原付ツーリングやってるので機会があったら一緒に行きましょう。頑張って原付買います。ああ用意するよ。では皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。